皆さんはじめまして、プレイズレポーター日本 CF の安田豊です。今回は、8月5日から8日までのサンディーシーセミナーのレポートをいたします。サンディーシーというのは3日間子ども会という意味です。でこのプログラムは韓国 CF で行われ祝されているプログラムです。昨年の夏と今年の冬にソウルのサンディーシーセミナーを見学して、同じものを日本で開催することができました。このセミナーの特徴は3泊4日という短期間に、子どもの伝道の学びと字のない本を用いての子外伝道と3日間子ども会の実践があることです。今回 CF スタッフやリーダーを含めて中学2年生から75歳の婦人まで30名が参加いたしました。午前は学び、午後からは子外3日間子ども会の伝道に出かけ、夜はメッセージと祈りの時を持ち、その後翌日の子ども会の準備をいたしました。午後からの子ども伝道では、子外伝道とクリスチャンホームでの3日間子ども会の働きを通して、4日間で321名の子どもたちに福音が伝えられ、158名の子どもたちがイエス様を信じて救われました。イエス様が言われた、目を上げて畑を見なさい、色づいて刈り入れるばかりになっています。まさにそのことを経験することができました。参加者の人たちの感想は、福音を語る喜び、楽しさ、それを味わうことができた。また福音に、御言葉に力があることを経験することができた。またチームで励まし合いながら宣教するこの祝福を経験することができた。そのような証が届いております。ある牧先生は、学んだことを実践できて自信がついてきた、今は字のない本を必ず持ち歩いています、機会があればいつでも実践、します、というような証もありました。また、メンバーの中には、中高生も参加をいたしまして、その彼らが、訓練を受けて伝道の楽しさを知り、子ども伝道に対しても興味を持ってくれたという証が、ありました。また、一人一人がチームで、伝道する素晴らしさ、一人が困れば誰かが助けてくれる、何よりもイエス様が助けてくださる、そのことを教えられたという証もありました。感想の中には、家を引っ越しをするなら公園の近くで、引っ越したい、公園で伝道したいという、そういう方もありました。また、実践付き正解と言えるほど素晴らしい、機会で教えられることが多くありましたと、感想を語ってくださいました。このセミナーの後、5つのチームに分かれて、それぞれがまた各地で、サンディーシー3日間子ども会セミナーを、計画して、今すでにもう2つのチームが、子ども会をし、そういう中で、福音が伝えられ、救われる子どもたちが起こされているという、その報告も、届いております。参加者一人一人が伝道の喜び、楽しみを味わい、そして、御言葉の力を経験する、このようなセミナーが、これからも全国で開かれていくことを祈り願っております。以上、日本 CF から安田豊がサンディーシーセミナーのレポートをいたしました。